こんにちは。ゲームは私にとって現実逃避したい時の最高のお供。現実逃避がご飯だとするとゲームがご飯ですよ。そして私は視聴者さんたちにとっての鮭フレークです。キリンです。はい、ということで今回はオンラインゲームの世界で過去に起きた一大事件の数々をちゃんとご紹介していきたいと思います。では行くー。マスターオブエピック血のバレンタイン事件。この事件はゲームのリリース前のオープンベータ終了間際、2005年2月14日のイベント、オリアクスとルーチェの恋のドキドキアタックバレンタイン大作戦で起きた事件になります。こちらのゲーム、マスター・オブ・エピックとは、剣士などの職業について戦闘を楽しんだり、またあえて戦闘を行わない職業について平和的に楽しむこともできるような MMORPG ゲームなのですが、オリアクスとルーチェの恋のドキドキアタックバレンタイン大作戦では、戦争だけではなく愛をプレゼントしようという名目のもとイベントが行われることになりました。こちらのイベントの内容ですが、戦闘を行わないプレイヤーたちが戦闘を好むプレイヤーたちに対してチョコレートをプレゼントして愛を伝えようといったものでした。なんて素敵なイベントなんでしょう。またこのようなイベントの趣旨から、普段は非戦闘地域に暮らしている平和的なプレイヤーたちは運営の指示に従いお菓子を持ち寄り、戦闘プレイヤーたちに愛を伝えるために戦闘地域へと続々と集まっていきました。非戦闘プレイヤーたちが早くチョコレートを渡したくてウキウキしている姿を想像すると、なんだかこっちまで幸せな気持ちになってきますよね。しかし実際にイベントが始まると、非戦闘プレイヤーたちは次々に戦闘プレイヤーたちから襲撃を受けることになります。しかもこの時、非戦闘プレイヤーのほとんどは武器や防具を身につけていなかったため、抵抗する術もなく、ただ死を待つのみで、非戦闘プレイヤーたちは次々に抹殺されていき、ほぼ全員が帰らぬ人となってしまいました。まあ、ゲームなんで帰っては来るんですけど。そしてさらに驚きなのは、この惨劇が運営の主導のもと行われていて、あらかじめこの大規模戦闘が計画されたものであったという点です。このイベントを企画した運営は、純粋な愛を踏みにじる行為に対して良心の呵責を感じなかったのでしょうか。ただただ疑問符です。そしてこの悲劇により非戦闘プレイヤーたちは心にトラウマを植え付けられることになり、多くのプレイヤーたちはゲームから去る結果となってしまいました。そしてその後、この事件はそのあまりの凄惨さから血のバレンタインと呼ばれ、多くのゲームプレイヤーたちの間で語り継がれることになりました。まあ、僕に至っては毎年が血のバレンタインだということはさておき、ファンタジースターオンライン2 HDD バースト事件。こちらは大人気オンラインゲームファンタジースターオンライン2、通称 PSO2 のアップデートの際に起きた事件です。その内容ですが、2013年9月に行われたアップデートの際のプログラムに致命的なバグがあり、アップデートをしたプレイヤーの PC 内の HDD のデータを消去してしまうというとんでもないものでした。しかもここで言うデータの消去とは、データがゴミ箱に送られるということではなく、完全に削除されてしまうとのことで、ゲームと同じドライブに重要データを保存していた場合、それらも完全に消えてしまうという、まさに極悪非道なアップデートだったのです。まあ、リアルに被害が出てしまうのはさすがにエグいですよね。仮に皆さんのハードディスクに入っているホモビが全消去してしまうと想像してみてください。ゾッとしますよね。そしてこの時、実際に2514人以上のプレイヤーのデータが削除されてしまいました。これに対して運営はお詫びの品として5000円の金券、またはゲーム内通貨約1万円分、総額にして約1億円相当以上を配布しました。しかしプレイヤーはこの対応に納得できず、さらなる不満を抱き、炎上の火は収まることはありませんでした。やはり5000円ではプレイヤーが納得しないのも無理はないですよね。なぜ運営はすぐにホモビを配布しなかったのか疑問が残ります。イブオンライン、ゲーム史上最大の戦争。イブオンラインは宇宙を舞台にした MMORPG で、宇宙船に乗りながら高い自由度で宇宙で暮らすことができるもので、海外では非常に有名なゲームです。イブオンラインは星系と呼ばれる銀河や星団のような星の集まりを管理することができるのですが、その星系の中の一つである BR5RB は当時の二大勢力のうちの一つが保有していた重要拠点となっていました。しかし2014年に BR5RB を保守していたたった一人のプレイヤーが、ゲーム内で定期的に行わなければならない BR5RB の維持費を払い忘れてしまったことで、 BR5RB
RB は一時的にその支配権が消滅し、他のプレイヤーが奪いやすい状態になってしまいました。そして案の定、保守していたプレイヤーが所属する船団と敵対する船団の二大勢力がこれをきっかけに衝突し、史上稀に見る大規模な戦闘へと発展しました。この時 BR5RB の支配権を争う大規模な戦闘に加えて、その周囲でも増援の船団とその増援を阻止する船団により各所で戦闘が行われました。その結果、2670人のプレイヤーが操作する7548人以上のキャラクターたちによる21時間の激闘の末、対立する戦団によって BR5RB は占領されてしまいました。またこの時576隻の大型戦艦と何千もの小型戦艦、さらに数えきれないほどの戦闘機が爆撃されて宇宙の木図と化し、最終的にこの戦争の損害額はゲーム内通貨で11兆インターステラークレジット、日本円にして3000万円超にも上りました。ちなみに3000万円とはうまい棒約300万個分の価値になります。まあ、これは逆に考えると札束で殴り合ってるだけとも言えるので、まあ、ある意味平和と言えるのかもしれませんね。つまりピンフということですね。サンヤオです。その結果、この戦いはゲーム史上最大規模の戦争となり、これに感銘を受けた運営は戦い散った戦艦の残骸を特別地域に残し、この地をチタノマキアと名付けましたとさ。ガンダムオンライン殺傷事件。こちらはガンダムシリーズのオンラインゲーム、ガンダムオンラインで友人とプレイ中、チャットで口論になり、殺傷事件へと発展してしまった血なまい格差事件です。加害者の男性 A と被害者の男性 B は、事件の12年前にゲームセンターで知り合って以降、ゲームを一緒にプレイする親しい仲でした。そしてやはり事件当日の2013年11月9日も、二人はオンラインでゲームをプレイしていたのですが、その日はプレイ中のチャットで、お前弱い、使えない、下手くそ、という仮に私が異性と、とした場合に相手から言われるであろうセリフのようなやり取りから口論となってしまい、被害者の B は激怒の末車で A の家に向かいます。そして A の家へ到着した B はクラクションを鳴らして A に外へ出てくるように促しました。しかし B の前に姿を現した A はその手に刃渡り20センチの包丁を持っていて、そのまま A は B の腹部を包丁で刺しました。そしてその後 A は自宅にいた自分の父親に事の経緯を説明し、それを聞いた父親が警察へと通報したため、駆けつけた警察によって A は殺人未遂容疑で現行犯逮捕されました。なんでも A 曰く、以前 B から暴力を受けたことがあったので殴られる前に刺した、殺す気はなかったと述べたそうです。これはまあ普通に事件ですね。普通に怖いです。まあ、なんかビームサーベルでガンダムの腹部を刺すとかじゃダメだったのでしょうか。ノーステイル夜逃げ事件。ノーステイルというオンラインゲームで、ある日突如としてプレイヤーがゲームにログインできなくなり、その後ゲームの運営会社であるゲーム野郎株式会社の事務所がもぬけの殻になっていたことから、運営がゲームを放置したまま夜逃げしたことが発覚したという事件が起きました。これはとんでもないゲーム野郎ですね。ですが意外なことにゲーム野郎株式会社はボットやチートなどの不正を徹底的に取り締まる運営方針を貫いていたことから、当時のプレイヤーからは称賛されていたようです。しかし M&A による合併などにより主要タイトルが吸収されてしまい、負債総額22億円を背負ってしまったことが直接の原因となって夜逃げを行ったと見られています。しかし夜逃げしたことによってノーステイルはじめその他ゲーム野郎が運営していたゲームが2013年12月あたりからログインできない状態が続き、これを不審に思ったプレイヤーが運営会社の住所を調べると、運営会社があった場所は入居募集となっていたそうです。結局ゲームは終了の告知もないまま事実上のサービス終了となってしまいました。そしてその翌年にゲーム野郎株式会社は東京地裁により破産手続きを行ったことが発覚しています。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見て確かに私はこの動画を見たと思った方は、僕の方から確かにあなたはこの動画を見ましたねと言わせていただきたいと思います。ということで高評価とチャンネル登録、 Twitter のフォローと、あれだったら通知ボタンのポチもよろしくお願いします。おりー。はい、ということで今回はですね、久しぶりにツイッターで募集している質問箱の質問に答えようと思います。はい、で今回の質問がこちら、今夜予売に行きますということでですね、お待ちしてますということで、今回こんな感じになります。さよなら。